ちょうど君のことを話していたところなんだよ。いい機会だから改めて言わせてもらうわね、てめえに。はい。ピカ、エリーの恋人になってくれてありがとう。はい、皆さんこんにちは、ピカです。牧場物語再会のミネラルタウンやっていくぜ。はい、そしたら進めていきましょう。お、人参できたぜ。あ、人参は一回取りか、ね、なかなか覚えられないよな育てたことねえからね。人参は冷蔵庫に入れておこう。多分入ってない。おお、ピカいらっしゃい。ちょうどいいや、ピカに話があるんだよ。なんすか？実はランのことなんだけどよ、あいつには昔から苦労かけててな。あいつの母親が死んで男で一つで育てたって言ったら聞こえはいいがな、実際はあいつがしっかりしてくれてたおかげで俺もここまでやってこれたんだ。あいつには今まで苦労かけた分いいパートナーを見つけて幸せになってほしいんだよ。え？ただ浮いた話なんてランのやつは今まで一つもなくてな。それが最近じゃお前の話ばっかり家の中でしてやがるんだよ。ドキ、私のエリーという。で、話っていうより聞きたいんだがよ、ピカ、ランのことをどう思ってるんだ。返答に気をつけて、答えるんだ。ダッドです。はい。すいません。すいません。これは何ですか？エリーと今恋人なんですけど。友達です。そうなのか。俺が言うのもなんだが、あいつはいい子だぞ。あんたと相性も良さそうなんだが。あ、ピカ君いらっしゃい。おラン、2階のお掃除は終わったのか？もしかして今の話。終わったよ。で、何？今の話ってどういうこと？いや、なんでもねえよ。まさかお父さん、ピカ君に変な話してないでしょうね。怒りマークが2つ出てるわよ、私、本当に。変な話とはなんだ。怒りマークの数なら負けねえよ、お前。大事な一人娘の大事な話じゃねえか。ラン。はあ、ピカ君、ごめんね。何の話してたか聞こえなかったけど、父さんのことだからきっと。前にもね、宿屋に来てくれたお客さんと仲良くなって楽しく喋ってたら、私のことをどう思ってるんだっていきなり聞き出すんだもん。お客さんもドン引きしてたわ。あなたのことを心配なんだよ、ラン。うん、お母さんの分までいっぱい私に愛情を注いでくれてるんだって知ってる。たまに強引すぎて呆れちゃうけどね、今日みたいに。後で、軽くケツバットで許すから心配しないで。はい。さてと、もうちょっとしたら店の手伝いに戻るわ。父さんにきつく釘をぶっ刺しとかなきゃね。ぐさっとね。はい。お
お手柔らかにお願いします。あーすいません、ダットさん、クミです。おおピカ、ランの様子はどうだった？ん？まああれだ、お前の気持ちはどっちにせよ今後もランと仲良くしてやってくれよ。もちろんですよ。ありがとうございます。すいません、釘、救急車呼んでおきましょうか、この電話で。カウンターです。すいません、お父さん。これをどうぞ。ん？これいらないんですか？ああ、そうですか。わかりました。イベント中だからか。まあ、ランの好きなチョコレートでもあげてくるか。ラン、どうぞ。うん。これからもよろしくね、ラン。ジェニファーさん。ジェニファーさんは油が好きなんだよな。団子、こう、どうですか？あ、いいんですか？どうぞ。バジルさん、今日はとっても美味しそうな毒キノコです。どうぞ。はい。今日はかぼちゃ祭り、お菓子を準備しておこうかな。そうか、かぼちゃ祭りってかぼちゃあげるんじゃないのか。そしたらチョコレートとかだけじゃな、ちょっとな。じゃあ何にしよう。マドレーヌ。どっちもうまそう。これだ。じゃあこう7つぐらい作っとけ。お、みかんピール、なんだそれ。みかんピール覚えたぞ。どういう食べ物だ。食ったことねえか、わかんねえな。あー来たか、みんな。ん？あー来るんだ。お兄ちゃん、今日はかぼちゃ祭りなのよ。かぼちゃ祭りは子供にお菓子をあげないとバチが当たるのよ。だからお菓子ちょうだい。ああ、これオレンジラットでいいのかな。わあ、お兄ちゃんありがとう。それじゃあ帰るね。ああ、行ってらっしゃいませ。目だけ来たのか。ああ、ご苦労さまです。ちょっと言うてもらえますか。まあ今日30日だから、これ水やって明日ならなかったら、明日ならなかったらというか、今日ならなかったらもう終わりか。そうだよね。そういうことだよねと。まあとうとう冬が来るんですね。よ、ゆ、お兄ちゃん、今日はかぼちゃ祭りだよ。だからお菓子もらいに来たんだ。くれないとね、お姉ちゃんに言うからね。分かってます。我が弟になるかもしれませんが。あ、お兄ちゃんありがとう。じゃあ帰るね。お姉ちゃんに言うといてあげる。あ、頼むよ。あー、お願いします。さあ、冬の月が来ましたね。ジェニファーの誕生日、グレイの誕生日、ダットさん、
エレン、エレン、春じゃなかったっけ？わかった。冬の感謝祭、デュークさん、そしてホアンさん、マリー、メイの誕生日で、聖夜祭、年越しそばね。これどっちもやったよね、もうね、年越しの集いも。ただエリーとやったっけな。まあ日の出またちょっと狙ってみようか。年越しそばはまあ2回ほどやってるからね。よし、ピカ君、君の人柄を見込んで頼みがあるんだ。また、何ですか？実はね、またまた先日隣町の町長とは言い合いになってね、あの野郎、本当に。今日中に黒い草を持っていかないとダメなんだ。黒い草ってなんすか？そこで君に用意してもらいたいんだ。こんなことを頼めるのは君ぐらいしかいなくてね。頼む、私のメンツがかかっているんだよ。どうだろう、引き受けてくれるかね。いやー、ごめんなさい。これ無理だって断った方がいいのかな、それとも引き受けて無視したら余計相性度とか愛情度とか下がっちゃうのかな。だって黒い草なんかないもん。すまない、 できないよ。ごめんね。お、そうなのよ。順調みたいでね。あのエリーがあんなに楽しそうなの初めて見たよ。どうしたんですか？あら、ピカ、いらっしゃい。ああ、ピカ君、先ほどは黒い草を断ってくれて本当にありがとう。ちょうど君のことを話していたところなんだよ。いい機会だから改めて言わせてもらうわね、てめえに。はい。ピカ、エリーの恋人になってくれてありがとう。あの子、これまで私やユウのお世話に時間を取られて恋愛をする機会なんて全くなくてね。私はずっとあの子に申し訳ないと思っていたの。人生で一番楽しい花盛りの時期をああやって過ごさせていることに罪悪感を感じていたのよ。いやあ、エリーは家族のことが大好きだから仕方なくお世話しているというわけではないと思うけどもね。それでもご両親を早くに亡くして、ユウくんのために母親役をちゃんと務めようと一生懸命になっているのは、周りから見ていても分かっていたから、我々は彼女を密かに心配していたんだよ。でもね、ピカ、あの子がこの町に来てから、あの子すごく変わったのよ。エリー今出てきましたけど、これまでエリーの悩み事といえば、ユウのいたずらや看護師としての失敗、料理が上手、上達しないこともだけど、塞ぎ込んで一日ぼーっとしているような、後ろ向きな、悩みばっかりだったの。でもね、こないだあの子が珍しく慌てているから理由を聞いてみたら、今からピカ君とデートで髪を整えなくちゃいけないのにブラシがないのですって。あんな嬉しそうに焦ってるなんて、あの子のあんな顔初めて見たのよ。それだけじゃないよ。君のことを話すときはエリーは実に生き生きとしているんだ。ああ、黒い草を断ってくれて本当にありがとう。本当にな、貴様。
なんだか前よりもずっと綺麗になったような気がするし。そうね、きっと私の覚醒遺伝っていうやつよ、トーマス。きっと自分のためにも時間を使うようになったからだと思うわ。家でもあの子あんなの、あなたのことばかり話しているのよ。そうですか。そうだ、こないだも。ああ、そういえば。あ、ピカ君。あはは。ごめんなさい、盗み聞きするつもりはなかったんだけど。なんていうか、すごく出て行きづらい話題でね。私知らなかったわ、エレンおばあちゃんやトーマスさんにあそこまで心配かけていたなんて。でもあの二人の言う通り、私自分でも変わったなって思うことがあるのよ。これまでは恋愛のことなんて本当に興味がなかったし、見た目を気にしたこともなかったのに、今じゃあなたの隣にふさわしくなれるよう、もっと綺麗になりたいって思ったり、あなたのことを考えると自然と心がウキウキしたり、次に会ったら何を話そうって考えたり、そういうことを考えている時間がすごくすごく楽しいの。きっとピカ君のおかげね、私を変えてくれて。Thank you very much。 いやこちらこそありがとう。私たちお礼を言い合ってるなんておかしいわ。でもこうやってお互いを尊重し合えるって素敵な関係よね。ピカ君、改めてこれからもよろしくね。はい。ジャイアント、なんかあの鼻の下が伸びまくってきたよ。ケツを向けるな。もう一度エリさん。どうぞ。あら、あなた何、さっきもくれたでしょ、あなた本当に。はい先生。期限切れだったから今ちょっと世話してるんだが、これちょっと入れてみようぜ。調べる。よし、チーズできたぜ。これは作れんのかな。フルーツチーズは無理か。わかった。でも美味しそうだよね、なんかフルーツ。なんかあるんですよ、なんかクリームチーズにあのラムレーズンとか、リンゴの加工したやつとかね、いろいろ入ってるやつ。あれめちゃくちゃうまいんですよね。大好きなんですよ。ああ、食いたーい。やばい。草やってこないと。よし、チーズある、今、取ったから、これできるぜ。チーズフォンデュ。うわーうまそう。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回この続きやっていきましょう。またね。